ごーい。やだ、嬉しい。やったこれもう8割。はい、ただいまですね。また雨ですが、あそこに行くときは必ずなんだろう、雨が多いね。うん、間違いない。うん、でも今日はちょっとワクワクで、あのこの間石取りに行ったんだけど、はい、まあ、石も良かったんですけど、うん、そのアクアレビューさんの提案で、まあ、こんなのもどうかみたいな、うん、で、ちょっとこう、まあ、瓦、はいはいはい、瓦でちょっとこう造作的な、まあ、自然のものだし、それをちょっとこう洞窟のようなものに作ってみてはどうかっていう提案をいただいて、ちょっとこうデザイン的にも私のデザインでみたいな感じでちょっとお願いしてて、それが良かったら焼いてもらって完成しっていう感じにしてもらうっていう提案をいただきまして、それは OK なのって言ったら、それも OK らしいので、じゃあそれを見て、そうね、行きます。はい、はい。で、これがさっき持ってもらった赤い葉っぱの子。で、これ何、伸びたら切っていいの？切る。上を切る。切る、上を切る。あ、なるほど。で、いろんなその置きぼけって言って、ペタペタペタって置いていくやり方もあるんですけど、刺しぼけの方が綺麗。あの手間がかかってる、グリーンの綺麗なところだけ。どうやって植えていくの？植えていくの。あー、時間かかる。で、後ろに石置くだけでも変わらない？だ、一回お試しで。お試しで。そうですね。これ買っとこう。社長、またお邪魔しちゃってすいません。この間暑い中ありがとうございました。ようこそいらっしゃいました。はい、社長、今日はね、あの前お願いしてたその瓦、はいはい、の感じをちょっと見せていただきたくて、ご案内させていただこうと思っていいでしょうか。はい、大丈夫ですよ。もうちょっと半分ぐらい、何割ぐらい切ってきてる。いや、ある程度、まあ、あのママからお話しいただいた後にですね、制作依頼の方をかけましたんで、はいはい、まあ、ほぼほぼ今日あたり雰囲気はあ、もうできてると思いますよ。ある程度、まあ、若干の修正は可能だと思うんで、はい、ママのイメージとちょっと違うなっていう感じなら、そこはもうこんな感じ。わかりました。ちょっと、はい、代わり屋さんまでご案内。せっかく、はい、ありがとうございます。それでは行ってきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、どうもよろしくお願いします。あ、あきちゃん、あきちゃん、よろしくお願いします。あきちゃん、また男っぽい感じで男っぽいでしょ。男っぽい、ナイスガイですね。君、頭黒かった。あ、おしゃれなイケメンじゃないですか。今日はちょっとあのお願いしてた瓦がちょっと拝見したくて、どんな感じかなと思って見せていただくことできますか。はい、いいですよ。早速じゃ見る。はい、見ます。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、お邪魔します。いや、またいいサボテンが社長。サボテンより、まあ、後で。あれ何？いや、あれ育ててんの？これ高いんで、これ、ね、外に出した方がいい？社長、これ。これ外の方。これ伸びたの、こんだけ。倍ぐらい。ああ、これなかなかよ。ね、またいいサボテンがあるじゃん、社長。あ、かわいい。もうこれはもう20年もんぐらい。へぇー。え？放置。いい、かわいい、かわいい。その放置の自然さかわいいよね。いや、素敵、これ。これもう花咲いてる。それ、ママ中も見てあげて。そうね、そうね、そうね。ちょっと、瓦じゃなくなっちゃった。ちょっとなんか花屋みたいなこともやってるんですよ、私。あ、はい、そうだよ。まあ、エアプラン。なにこれ、趣味？趣味。おしゃれ。いや、もともとがママね、アクアリストなんですよ。そうそう。あ、そうなんですか。パルダ、あの、あら、パルダ。そら、ママが目指す。これをやりたいですよ、これも。うん、ちょっと社長、この枝についてる、流木についてるこの苔もらっていい？それはだから岸下さんのとこ売ってるんで。苔はこういうカップに入ったやつをつけたの。ちまちまとこう接着剤でちょっとつけて、で、どんなもんだろう。接着剤とか。あるもんね、うちある。半年。そうなの、うん。つける。環境さえ整えれば。接着剤はどこで持ってます？いや、それ専用でうちがあるやつ。まあ、ええばよかった。じゃあ苔につけてもらっていいかな。エアプラス結構さ、水いらないって言うけどさ、まんま欲しがるよね。そうそうそう。でもね、下より水いるって。でしょ？エアプラスザバーってやるもん。そう。あの、おしゃばにあるよね。そう、エアプランツもドボッと、あのバケツかなんかね、水入れた方がいいよね。つけて、もう、長いやつだと俺もあれでも一晩ぐらいつけちゃう。やっぱり、うん、あの、その辺の手前のそれとかね。これね、これはカリカリになるわ、すぐなる。これ何？それ
ではね、こうね、いやー素敵、もう彫刻ね、ちょっと辻取ったりつけたりして、まあもうあれですよ、この方ね、国宝だとか、その文化財、文化庁の仕事もやってみえて、千代院とかね、千代院さんとか京都の、そういうのね、やってますもんね、いろいろやって、っていうか、僕が直接見たわけじゃないよ、そういう仕事もやってる、素敵、三州に伝統経済産業省からの伝統工芸品として認定されました。まあ、偉い人じゃないよ。もうそれこそね、あの工房行くと、もっと素敵なのいっぱいある、まあちょっと社長、連れてくださいよ、社長独身？違うよ、結婚してる？そうです、あら、サボってどうぞどうぞって、俺の工房じゃないからどうぞ、お邪魔します。うちのおばあちゃんもね、結構ね、ほらあ、すごいすごい、これうちの岸下デザイン、うちのデザイン、これ何、あの水亀？そうそう、水蓮鉢で、亀甲は縁起物で、鬼は厄除け、で、玄関先にね、置いてもらう、水張って風水場もよろしいっていう、いわゆるこれが鬼瓦。そうそう、それはちょっとこれ本当に乗ってたやつです。そうそう、ちょっと触っちゃったけど、これ作って新しいの付け替えちゃう。そうなんだ、初めて見た鬼瓦。これ、この顔が違うのは何？それ、阿吽の呼吸。なるほど。あえてあってイントリオですね。しきたりがあるんだね。あーいいね。あいい顔してるわ。仲間です。それこそママのさ、デザインしたあのちょうど今固まってんのかな。あ2階？で、うん、いやちょじゃあ見に行こう。それどころじゃないよ。これですか？あ、これ粘土。これ粘土。うん。こう。こんな状態。いた。うん。原材料。これはもう専門で工場。あそこ。ちょうどいいよあれ。川崎さんちょっといい？でもいいか。すごいね。でまたこれつけてくるんですか？つけたりして。今アーチ状に。粘土を板、さっき見た板をアーチ状にして、へこまして、粘土をつけてます。だからあれだね、私がお願いしたのは、あれもこれはあのこちらこうやってつけてつけて。そうですね、まあ板、まあ作り方はちょっと違うんですけど、粘土中を空洞にしてこう巻いていく。あの奥に毎日ここでずっとこうやってね、そういう男に惹かれるわね。素敵。いつでも呼んでください、ね。呼ぶ、はい、の。一回ママのとこ見せかけて。大変なことになっちゃうから。さあ、あ、御開帳ってやつですよ、また。とほら。すごーい。もう焼いた？焼いてない。これから焼く？これから。あ、って黒くなるんだ。そう。で、これ黒くて、まあさっきちょっとグレーな感じだったでしょ、うん、で水に濡れるともうちょっと黒くなる。光が差して。ちょっと待って。うん、もう リアルにやる。光を入れてくれそうだね。そう。ライティングして。この上に蛍光灯があるから。完璧じゃない？ちょっと石拾いに行ってる場合じゃなかったじゃん。熱い思いしてね。熱い思いしてね。いやあれはあれでね、まあ、あれは良かった、うん、あれでも、うん、ああいうこともやらなかった。そう、ね、それがあるからこれがあって、それがあってこれを見たら、うん、なんだろう、これだね、これって私の水槽の大きさですかね。そう、これ焼くと収縮するんで、乾燥とかね、うんうん、でちょっと縮まるな。そのこれよりほんのちょっとあと10%、トータルで12%。今この状態で後ろにもこれ全部こう背の高くなる草が植えれるようになってるから。あ、そうなの？うん、これ作ってやる。だからもう植えて。ここに砂入れて、で草が覆いかぶさってくるし、うんうん、でここにはでちょっとこういうふうにで土を仕込めるようになってる。すごい。あ、本当だ。ここにこうやってこう仕掛けが。それはもともとママの希望だったじゃないですか。そういう風にしたいって。完璧。あのビデオ見たから。本当？うん、やだ嬉しい。やった。あとは草だね。草のチョイスですよね。あとは、うん、飼育の。飼育だね。スキル。いやこれはできたよもう。いや完璧。かけてみてください。
ください。かっこいい。いいね。この空間っていうのはこの上のこの真ん中の空間はあえて空間開けた方がいいのかな、やっぱり。バランス的に。空間開けた方がいいですね。そうですよね。バカの部分がないと他が引っかからない。そうね。あんまりこっちばっかりわっちゃわちゃしても、グツグツさせちゃうと。だってこのホラー穴がメインだもんね。これまた未熟さのチョイスが難しいね。で、こう奥行き感出すより奥へ繋がっていくような。問題はここをまあ、こっちがこう暗いアンダーで、もう白い化粧砂をやるのか、まあ、そのまま、まあ、例えば草だらけにするのかね、あんまり絨毯に。まあ、そこで、まあ、ぶっちゃけちょっとジャングルっぽいようなイメージもやりたいなっていうのもあるんですよね。そしたらまあ敷き詰めてもいいですよね。で、ほんと苔の中に石が穴があって、あ、いいんじゃないかな。あ、もうで、ちょっとこう後ろからこうバーンとね、ちょっとバランスなんかこっちこごめ立たせるためにみたいな感じ。最高ね。ちょっとで、ちっちゃい最後魚がこことかね、そうそうそう、なの、ちっちゃくなったんですが、こうふーっと、あ、こういうのみたいな感じでこう泳いで、こうイメージでこうね、やりたい。なるね。もう魚になれる。わかりました、社長、ありがとうございます。じゃあこれでガチガチに焼いてください。はい、カッチカチに、カッチカチにしてもらって。でもなかなかね、ママがデザインしたものがこういう形になると、しかもまたこうやってちゃんと鍾乳洞みたいなさ、これを天然の石ではないわ。この感じいいね。ちょっとディテールにこだわってるんじゃないですかね。職人さんのやっぱりこだわりじゃない、これは。やだ、いい感じ、すごくいい感じ。もうやる気満々出てきちゃった。またこれ良くない？またすいませんけども、よろしくお願いします。いい、もう皆様のお力で私来年の5月は岡のアクアリウムスドリム頑張ります。本当ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。これ一回はまるとこうぬかるみのように行き始めるよね、これね。沼は深いですよ。沼深いよね。私まだまだ岸辺でピシャピシャピシャってやってるから、ね、いやいや、どっぷりはまってる